でこの袋ていうのはアテナと関係づけられていることから、まあ、アテナの町であるアテナイっていうところ、今のアテネですね、えー、そこのところでは、こういう,うテトラドラクマ銀貨テトラっていうのが、まあ、テトラパックとかテトロポットという言葉でカタカナで日本にも入ってますように、4を表す言葉ですけどもね、えー、テトラポットって海にあったりするその護岸用のコンクリート製のものがありますけれども、あれあの足の部分が4つついているので、 テトラって4っていう意味なので、まあ、テトラポット、ポットは足っていう意味なので、まあ、4つの足がついている、そういう護岸を守るようなあものがあ置いてあったりなんかしますし、昔は私なんか、給食なんかで出てた、あのテトラパックっていうのに入ったあの牛乳なんかが思い出されるんですけれども、それは四面体なんですよね。やっぱり4っていうのはテトラっていう意味なんですけどもね。 で、えー、まあこのテトラドラクマって4ドラクマ銀貨っていう,うそういう銀貨ですで。その銀貨の表にはアテナ、左側これアテナですね、えー、横顔です。で、その裏側のところにはフクロウがいて、オリーブのー枝がこう見えたりなんかします。オリーブはアテナの聖なる木ということで、まあ、これも平和の象徴だったりするんですけどね。で、えー、その右側のところにアテってこう書いてあるのは、アテナイオン。 という,うギリシャ語の省略形で、アテナイ人たちのという意味なので、こ,これはアテナイの人たちの使う、えー、貨幣ですよと、まあ、いうふうな意味で、えー、こういう3文字があったりなんかします。アルファ、テータ、エプシロンというのが表現されていますけど、ね。こんなところに、えー、あったりなんです。これはロンドンの大博物館にあるコインで、えー、で25ミリメーターって書いてるのはディアミタ。 まま直径ですね、25ミリメートル、2.5センチメートル、高さが17.2グラムある、そういうものです。作られたのが紀元前450年から紀元前406年ということになっておりますけどもね。というふうな紀元前5世紀後半、世紀古典の時代のコインなんかもあります。それからもうちょっと古いものとして紀元前510年頃これは後期アルカイックっていう時代になりますけどもね。えー 両手ので持つタイプのつぼになっていて、アンフォラっていうタイプです。ここには古い形のアテナ、あ古い型のアテナが表現されていて、えー、槍を持っているんですけれども、えー、前と後ろのところをもうちょっと大きくしますとね、えー、鶏が描かれているので、必ずしもフクロウが最初からというわけではないようです。もともとは鶏で。鶏っていうのは、あと日本だと、 今は鶏、チキンになったりなんかしますけれども、まあ、この時代からあとギリシャでは統計というのは盛んであって、鶏、えー、と鶏を戦い合わす,ですわけですね。ですので、えー、戦い勝利の鳥という意味で鶏が表現されておりました、まあ、これなんかもあの戦いの女神のアテナと鶏とが、えー、関係づけられているので、必ずしも知恵、フクロウというわけではなかったようです。まあ、ちなみになんでフクロウが知恵の 鳥になったかというと、じーっとしていて、で、えー、考え込んでいるように見えると、まあ、いうところからそうだったわけですけどもね。まあ、ちなみに日本では、フクロウは幸福の鳥というのも、あ借金したときに首が回らんという言い方がありますけれども、フクロウってあっち向いたりこっち向いたりして首が回るんで、まあ、それで借金がなくなるという意味で、へ福を呼ぶ鳥というふうにも考えられています。でそれから 紀元前380年頃のティモティオスという後期古典の兆候家が作ったものではないかというふうにされているものの断片がありまして、エピダウロスのアスクリピオス神殿から主導しました。西派分の軒場の装飾だったんですけれども、あー鶏を抱いている勝利の女神の2家、まあ、鶏と勝利とが、えー、関係づけられているというまあものなんですけれども、この左側に見えているこの部分、これが鶏だったんだそうですけれどもね。 というふうなものなんかもあったりするんです。で、えー、鶏、えー、を抱いているアテナと、まあ、鶏が勝利の鳥っていうのは、こういった関連から分かるわけで、フクロウではなかったというのが、まあ、本来のアテナだったんですけどもね。 ところで、フクロウの神社っていうのが、まあ、ありますので、ついでにご紹介しておくと、えー、奈良県の桜井市に御神社っていうところがあって、そこの摂者、抹社にですね、クエヒコ神社っていうのがありまして、まあ、学問の神様、知恵の神様ということで、クエヒコって、これ、あのまあ、体の悪い、えー、神様で、まあ、後にはかかしと同一されたりなんかするんですけれども、えー、ここに行きますとね、フクロウの置物とか、フクロウグッズなんかがたくさん売られておりまして。 えー、クエヒコ神社に行くと、フクロウ、これは知恵の神様だからということで、えー、そこにちなんで、フクロウなんかがいろいろ縁起物であったりなんかします。さて、えー、悪い意味にいきましょうかね、えー、キリスト教美術の、まあ、一つの代表例として、ネデルランドのボスという人がありまして、まあ、その人が描いた有名な作品がマドリードのプラド美術館にあります。快楽の園ってうんですよね でこの作品、ちょっと赤で丸印つけたんですけれども、フクロウが所々隠れておりまして、でこれは真ん中が快楽の角、これは現世の我々の姿を象徴的に描いた作品です。えー、真ん中は裸の男女が描かれていますが、まあ、快楽を貪る現世の人々。で左側はあ人間の始まり、アダム,のエアバアダムとエヴァの創造なんかが描かれている部分のこの中央の上のところに、 フ、えー、クロウがいるんですけれども、これは、まあ、あの天国とか、あるいはああのアダムの楽園、エデンのそのを表しているので、まあ、その中にフ、えー、クロウがいるというのはどういうことなのかなというふうに思うんですけどもね。でまあ、天国だからいいものばっかりかというと、そうではなかったとっいうのは、これ右側のところに蛇が巻きついてますので、蛇があ知恵の実に。 知恵の木に巻きついている姿が表現されていますから、やっぱりここでもフクロウは悪い意味で登場しているんでしょうね。えー、でと、中央パネルのところに行きますと、フクロウに抱きつく男がこの左側のところにいるとか、あやはり、まあ、夜活動する鳥なので、えー、夜は闇の世界で悪の世界というのはキリスト教美術の世界ですので、まあ、ここのところにも。 いるるるんですすががこれはかかか形かららと耳が立ってるからフクロウではなくて耳づくの方みたいですけどね、からこの右側にもフクロウがいて、これもなんか耳があるみたいなんで、耳づくみたいな感じです。いずれにしても、なんか不思議なあ男女の、裸の男女の姿、果物の姿とともに、えー、フクロウが表現されていたりなんかします。うーんまあその えー、果実っていうのは甘いので,で、まああ、それで快楽を象徴するっていう意味であんまり意味ではないですけどもね。えーまあ、そういうふうな具合でこの作品なんかにもあちこちにフクロウが登場したりするのはいい意味ではなくてむしろ悪い意味とい、まあ、うことのようですけどもね。それから1526年。 ネスファン・オストサーネンという画家の描いたサウルとエンドルの口寄せ女という作品がありまして、これはサムエル記というのが旧約聖書の中にあって、それのジョーン28というところに今ある話です。これはサウル王というのはあのダビデの仕い出た王様なんですけれども、神に見捨てられて最後は自殺するというまあ人なんですよね。で、この人が最後の戦いの前に自分の もともと師匠であった、えー、サムエルっていう人の霊をあの呼び出してもらおうと思って、エンドルの口寄せ女っていう人のところに行くって話がありましてね、口寄せ女っていうのは、日本で言うと、なんかまあ、板子さんみたいなもんなんですね、青森県の恐れ沢の板子さんみたいなもんで、えー、サウルの霊を呼び出すと、真ん中にいるのがそれみたいです。で、えー、サウルの霊が呼び出されるのがこの真ん中のところで、で、えー、 サウルオは、まあ、左側のところで訪ねてきているわけですけれども、サムエルの例にお前は死ぬぞっていうふうに言われてショックを受けるっていう話があったりしますけどもね。で結局彼は追い詰められて息子とともに自殺して果てるという話になっていくんですけれども、その作品の中に、まあ、ほとんど魔女として描かれているこの人たちの中に、ここに。 フクロウが表現されていたり、こっちの方にもフクロウが隠れているみたいですね。だからサンマのフクロウがこのところ隠れているように見えたりなんかします。その他、あとローザーが書いた1668年のサウルに現れたサムエルの亡霊、今の話の続きなんですけれども、左下にヒリフス・サムエルを、サ,サウルをで、右側に現れたサムエルの亡霊がいて、で、えー、そこの前で、 って言われてるこの魔女ですね、えー、この人がいろいろと魔術を使っているように描かれている作品の中にここにフクロウが飛んでますのでやっぱりまあ悪い意味として登場しているわけですけどもね、まあ、悪魔の一種として登場しているんでしょうさてこれはまあルーブル美術館にあるローザの作品でしたけれども 最後に1 9 9 9年に出版されたスペインのゴヤの作品をご紹介しておきたいと思います。ロス・カプリチョスという作品集の中の推しの一つで、理性の眠りは怪物を生むという作品です。左側のところにスペイン語が書かれているようですけれども、えー、ここにラゾンって書いているのがまあリーズン、つまり理性ということみたいなんですけどもね。まあ、理性が眠ると怪物が生まれると。だから人間は理性があってこそ、 悪魔とか怪物なんかを追い払うことができると、まあ、いうことなんですけれども、えー、この中に表現されている鳥らしきもの、まあ、ここにフクロウがいますけれども、上の方にはコウモリがいて、まあ、コウモリとフクロウって同一視されているようですねで。さらには夜行性の猫なんかも右側にいて、これもみんな悪魔の象徴のようですけどもね。まあ、ですので、ゴ、ま、ヤ、あの描いた作品の中には、怪物を生むっていうその怪物はコウモリ、えー それから、フクロウをして猫なんていうのがまあいるんでしょうね。というふうな意味で、フクロウはいい意味にも悪い意味にも表現されるということをご紹介しておきましたけれどもね。あとは、勉強になりたい方はと、参考文献上げておきましたので、まあいろいろ参考文献ありますので、えー、それで見ていただけたらいいのかもしれないです。あのー 説明欄のところに、まあ、この参考文献のリストを入れておきますので、またご参考になさってください。というようなことで、ご質問にお答えいたしました。